それでは間もなく定刻になりますので、始めさせていただきたいと思います。それではですね、これより、関係有明病院さんと認定 NPO 法人希望の会の共催で、あなたにとって最適な治療につながるためにということで、胃がんのセミナーを開催させていただきたいと思います。まず、開催に先立ちまして、先日、能登半島の方で大きな地震が発生いたしました。まずはですね、被災された皆様には大変お見舞いと、お悔やみを申し上げたいと、そのように思います。なお、本日もですね、朝東京でも少し強めの地震があったかと存じます。万が一、強い揺れを感じた際にはですね、スタッフがしっかりと誘導をいたしますので、皆様落ち着いて、その避難行動をとっていただければな思っておりますので、どうぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。申し遅れましたが、私本日司会を務めさせていただきます、希望の会所属の児玉仁と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。私ですね、今、現在、宮城県の大崎市というところに在住をしておりまして、先日夕方にこちらに入らせていただきました。現在39歳でございまして、私、実は24歳の時に、スキルス性胃がんを患いまして、現在16年目になります。で、2度の手術にわたってちょっと全摘をしまして、今の体に至るんですが、当時実はですね、私は90キロぐらいの大きな体でございまして、現在、そんな体には見えませんね。少しスリムなジーンズが履けるようになりましてですね。60数キロなんですが、当時、2度の手術に当たった時は、半分ぐらいに45キロまで一番下がりました。そんな中ですね、家族の支え等々ありまして、今、元気にさせていただいておりますけれども、現在、今、代表の轟さんと一緒にですね、希望の会を中心に、同様のご家族であったり、当事者であったり、何か支援活動ができないかということで、一緒に活動させていただいております。仕事はですね、地元、宮城県の大崎市で、小さな会社を経営する傍ら、市会議員を務めておりまして、そういった地域の皆さんの支援活動なんかもサポートをさせていただいている現在でございます。今、4歳、2歳、0歳のですね、全員男の子ですね、3人の子供を育てる父親という側面もございまして、今日は妻にですね、すべて任せっきりで参りましたので、どうぞ今日はですね、皆さんと一緒に学んでいけたらな、そのように思っておりますので、どうぞよろしくご覧ください。はい。それでは、本日のご挨拶と、あと開催趣旨ということで、認定 NPO 法人希望の会理事長であります。轟弘美より、ご挨拶申し上げます。どうも皆さん、こんにちは。今ご紹介いただきました、認定 NPO 法人希望の会の理事長の轟弘美と申します。私はこの胃がん患者会認定 NPO 法人希望の会の理事長のほかに、全国がん患者団体連合会の理事もしております。今日のこの開催の趣旨ですけれども、私はがん患者の家族の立場だったんですね。で、その時に本当に情報に溺れました。やっぱり何とかしていい治療につながりたい、それから自分たちの、私の場合は夫ですけれども、つながっている治療が本当に最善のものなのか、そういう不安を誰もが抱えるんじゃないかと思います。で、皆さんマスクしてらっしゃいますけれども、世界が新型コロナウイルス感染症に向き合った時に、皆さんどうでしたか？玉石混交のたくさんの、情報に接したと思います。その情報のことを WHO はインフォデミックっていう言葉で呼んだんですね。で、それはまるで砂漠の砂一粒一粒が情報だというような、
もう情報にあふれた状況なので、パンデミックとインフレーションを合わせてインフォデミックって呼んだんですけれど、それは私はがんに対しても同じような状況にあると思っております。じゃあその中でどうやって正確な情報をに接していくのか、見極めていくのかっていうのは、やはり公的な機関とかしっかりガイドラインを作っているとか、まあ、胃がんでしたら日本胃がん学会と、そのような場所とやはり積極的に発信していく、そのことが個人的な誰もが発信者になれる情報よりも上回っていくことが大事だと思っております。そして今回このがん研究、がん関係有明の病院でこのようなセミナーを開けるっていうことは、その一つの大きな発信になると思っております。今日はこの後、児玉さんから講師の説明やいろいろご説明を丁寧にしていただけると思いますけれども、まず会場でご参加の皆さん、もしご自分の体調が悪かったり、自然にちょっと済ませたいなって思うときには、どうぞ気になさらず、出入りしていただいて構いませんので、ご自分の体調を第一に考えて、そしてぜひ質問もしてください。質疑応答で理解が深まるということがあると思いますので、ちょっと最初止めようかもしれませんけれども、皆さんのお顔を映すようなことはございませんので、質問がありましたらしてください。ただ、ここは個人的な相談を受ける場所ではございませんので、全体の理解につながるようなご質問をお願いしたいと思います。そして今日はオンラインからもたくさんの方が参加してくださっていると聞いております。オンラインですご参加の方は、チャットか Q&A のところに質問を書いていただければ、こちらの方で可能な限り、時間が許す限り拾いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日のこの時間が皆さんの力になることを願って開催してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。大変恐縮ではございますが、ここから着座にて失礼いたします。それでは本日の講師であります、お二人をご紹介したいと思います。まずはじめに、講演1、胃がんはなぜできる、どう見つける、どう治すを務めていただきます、がん研有明病院病院長でいらっしゃいます佐野武先生です。次に、講演に、胃がん治しきれないとき、そのときどう頑張るを講演いただきます、副院長、消化器科化学療法科部長の山口健介先生です。お二人にはですね、本日ご参加の皆様にとって、大変わかりやすく教えていただけると思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。課題に、先立ちまして、確認事項でございます。私の方から何点か注意申し上げたいですが、まず一つ目、先ほど、届きの方からもありましたように、皆様のご健康をですね、第一に考えられて、体調の悪い方は、ご自身で、いろいろとご配慮いただければなと思っております。そして、会場のご参加の皆様にはですね、マスクの着用もお願いしておりました。今皆さんはされているので大丈夫かなと思います。二つ目、会場内での飲食は禁じられております。院内でも許可されています場所でのご飲食をよろしくお願い申し上げます。で、三つ目ですね、主催側にて、今回、ズームでの録画をしております。会場並びにオンラインでの参加者の皆様におかれましては、録音、録画、スクリーンショットなどはご遠慮いただきたい、このように思っております。では、第1講演、胃がんはなぜできる、どう見つける、どう治すを、がん研有明病院長、佐野先生よりご講演いただきます。佐野先生、どうぞよろしくお願い申し上げます。皆さん、こんにちは。失礼。佐野です。今日は病院長としてではなくて、
私は胃がんを専門とする外科医でしたので、その立場でいろいろとお話をしたいと思います。今日は寒い中、ようこそ関係においでくださいました。またウェビナーであったかいところでたくさんの方が聞いておられると思いますので、まず私も山口も割とあっさりと大雑把なお話をします。で、もっと突っ込んでというお話は、多分この後に1時間ぐらいQ&A の時間があると思いますので、その時にいろいろとお話したいと思います。まず、胃がんはなぜできるんだということ、どう見つける、どう治す、ごく一般的なことでお話しさせていただきます。まず、胃がんです。で、胃がんというのはですね、皆さんのイメージを持っていただくために、今、これ内視鏡の写真なんですけども、いろんな顔つきをしています。このように、見ますかね、もっこり盛り上がっているものや、月のアバターのようなクレーターのあるものや、ここがこれ全体でこぼこ、なんとなく厚くなっている、これスキルス眼なんですが、これ見えているところは全部眼です。このようにいろんな顔つきをしているんですが、いずれもまあこう塊を作るわけですね。で、その断面をですね、ポンと作ってルーペで見てみますと、このようにちょっとこう、そのおどろおどろしい形をした塊なんです。で、なんか岩みたいに見えますけれども、これをぐーっとさらに顕微鏡で見ていくと、こんな風になりまして、これ細胞なんです。柔らかい、可愛らしい細胞です。これ、黒いのはみんな細胞の核が見えてるんですが、これが実は正常な細胞ではなくて、がん細胞なんですね。だから、がんっていうのは結局はこういう一個一個の細胞の集まりなんです。で、この細胞が普通の細胞じゃない、がん細胞だと。で、これ、私たちが見ると、これはがん細胞だ、これは正常な細胞だって形で分かるんですが、もちろん普通はなかなか分からない。そして、正常な細胞とがん細胞が何が違うんだ、ものすごく性格が違います。正常な細胞はですね、周りの仲間と手をつないで離さない。ところが、がん細胞はそれ勝手にバラバラになれるんです。だから、正常な細胞は決められた場所だけで生きる。お前は血管の細胞だ、お前は胃の粘膜の細胞だぞ、筋肉の細胞だぞ、それぞれその場所だけで生きていって、その細胞をどっか他のところに移してももう生きていけないんですね、ただ人物です。ところが、がん細胞というのは別の場所に移れていっても、そこでまたどんどん生きていけるんです。それから、正常な細胞はもう決まった仕事だけをします。余計なことは一切しない。その代わりきちんと自分の仕事をする。ところが、がん細胞は増殖する、増えていくことだけが仕事なんです。延々と増え続ける。で、正常な細胞は、ある期間が過ぎたら、自然に落ちていくようにプログラムされている。で、増えすぎないんですね。ところが、がん細胞には終わりがない。というように、ある時点で、それまで正常細胞だったものが、がん細胞に変わって、そこから始まってしまうわけです。で、正常な細胞というのは、いわば誠実な働き者。こういうものが体の中で、私たちの体の中で、まあ、何十兆個とあるんですけれども、それがきちんと仕事をしてくれているから、私たちは生きている。ところが、がん細胞というのは、もう完全に自立した暴れん坊ですので、もう言うときがないということになります。じゃあ、なぜ正常な細胞は、ある時点でがんになるのでしょうか。これは、遺伝子が傷つくからです。で、がんは一言で言うと、遺伝子の病気です。と、こういうふうに言うと、やっぱり遺伝するんですねって、こう、私のうちはがん家系でとか、皆さん心配するんですが、遺伝する病気ではありません。遺伝子が傷ついて起こる病気なんです。で、遺伝子というのは、まあ、DNA、その中に2万5000種、まあ、人間の中でまだ働きが分かってない遺伝子がたくさんあるんですが、この遺伝子、これに傷がつくんですね。で、遺伝子はいろんな働きをするんですが、そのうち特に増殖する、増えていくとか、仕事をする、分化をするというところの細胞に傷がついていくと、これが溜まってがんになっていくということになります。じゃあ、その遺伝子はなぜ傷がつくんでしょうか。今、これがん一般について、胃がんの話じゃないです。がん一般についてお話していますが、タバコですとか、お酒、食べ物の種類、あるいは住環境、化学物質、さまざまなもの、それから薬や放射線、いろんなものが、この遺伝子に傷をつけることが分かっています。ですが、実はかなり大事なのがですね、持続感染というのがあるんですね。つまり、今まではっきり分かっているだけでもっとあるんですが、肝炎ウイルスで肝臓がんができる。
あるいは、ヒトパピローマウイルスですね、HPV、これもワクチンの話題ですが、これで子宮頸がんになる、その他、リンパ腫になるというのは、これらはみんなウイルスです。ウイルスは今回、コロナウイルスのことで皆さんもいろんな目にされたと思いますが、ウイルスというのはもう小さなものが人間の細胞の核の中に入っていって、遺伝子の中に入り込んだりするんですね。そこで、その細胞を変えてしまって、そこからがんができる。ほとんどのがんの原因になる、今のところ分かっているのはウイルスなんですけど、ピロリ菌、これだけは細菌なんです。バクテリアです。で、これが胃がんを起こすということが分かってきています。で、こういうがん全体の中で遺伝子が傷つく原因たくさんありますが、おそらく持続感染というのが全体の3割ぐらいを占めていると言われているんですが、実はもっと多いかもしれない。私たちが知らないウイルスがまだたくさんあるかもしれないんですね。ですので、感染というのは非常に重要だということを覚えておいてください。で、胃がん発生は、これは昔から胃がんの患者さん、なぜ胃がんになったんだろうということで、たくさんの疫学的な研究が行われてきています。で、古くから知られているものとして、男性、タバコを吸う人、それからしょっぱいものが好きな人、保存食をよく食べる人たち、あるいはそういう地方で、胃がんが多いということが分かっていました。それから日本ではこれはないんですけれども、欧米諸国ではですね、社会経済的レベルが低い、人に胃がんが多いということが分かっていました。で、ただ、どれをとってみてもその原因がどうだということが分からなかったんですね。ところが突然、ピロリ菌がどうやら原因になるらしいということが分かってきて、世の中大騒ぎになりました。私はもうすでに医者になっていた、もう40年、50年前はまだこんなこと言ってなかったんです。それが突然ピロリ菌というのが出てきて、大騒ぎになったわけです。で、ピロリ菌というのは、まあ、これ、電子顕微鏡で見てこんな形なんですけども、ヘリコバクターピロリと言います。で、このヘリコバクターというのはですね、ヘリコというのはヘリコプターの螺旋形です。バクターというのはバクテリア、細菌ですね。で、ピロリというのは胃の出口が幽門ピロブスというんですが、その近くにいるのが分かったものですから、ヘリコバクターピロリと、まあ、ピロリ菌というなんとなく多い名前になってますけど、困ったばい菌であります。で、このピロリ菌というのはですね、その昔からもうなんか胃の中に何かいそうだと、ただ胃の中というのはもう強烈な胃酸ですので、胃酸の環境の中で生きていけるばい菌なんていないんですね。ですから胃の中に細菌が住んでる、そんなバカなと言われていた。で、ドイツの病理の学者がどうもその胃を切った標本を見ると、なんかばい菌がいそうだと。ただ、それをちゃんと、本当にそれがばい菌かどうかは、そこから取り出して、きちんとした培養で育てて、ほらねと示さなきゃいけないんですが、それができなかったんですね。だから、どうも胃の中になんかいそうだと分からなかった。で、それを発見したのが、オーストラリアの2人だったんですが、この培養法を確立して、このピロリ菌がいると胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍ができるということが分かったんです。ですから、このピロリ菌が発見される前、私が医者になってすぐまだピロリ菌が分からってなかった頃は、胃潰瘍、胃酸が多すぎるんだねとかいろんなことを言って、薬でもなかなか無理でこう手術をしてたりしたんですが、その後、胃潰瘍、十二指腸潰瘍はもうピロリ菌を除菌することでほとんど治るようになりましたので、もう今その手術というのはほとんどなくなったんですね。で、これが、この発見した2人、バリー・マーシャルとロビン・ウォレンというオーストラリアの細菌学者、ノーベル賞だったんですが、彼らがこれを発表する人は、まだ異論があったんです。確かにばい菌がいるかもしれない。でもそれは、胃潰瘍になったから、あるいは胃炎がひどかったからばい菌がいたんじゃないの、できたんじゃないの、本当にそれが原因なのという議論があったんです。で、それを証明するためにはどうするか。このバリー・マーシャルというのは自分でピロリ菌を飲んだんですね。自分の胃の中に飲んだら3、4日して猛烈な胃の痛みと吐き気と、ひどい胃炎が証明されたということで、ほらねということで、まあ、それでノーベル賞というわけじゃないですけど、まあ、できたと。ピロリ菌が分かった。で、最初はただがんとの関係が分からなかった。で、ピロリ菌は特殊な能力があります。強い酸性の中で生きられる。逆に胃酸の中じゃないと、これ、ピロリ菌は生きられない変なばい菌なんです。で、ウレアーゼという酵素をその作る能力があって、
と、インド粘液の中に尿素があるんですけど、これを溶かしてアンモニアにするんですね。そうすると、アンモニアはアルカリ性ですので、これで酸を中和する。で、このウレアーゼというのが尿素を分解してアンモニアにして、そしてこう自分を守ると。で、胃の中で生きていける。胃の粘膜に張り付いて、で、そこでいろいろ悪さをする。逆に胃から出ていくとですね、もうキュンと丸まってしまって、どんどん活動しなくなってしまうという変なバイ菌だったわけです。これ胃の顕微鏡で、ピロリ菌を染めると、このツルツル、この胃の粘膜がありますと、このブルブルツルツル、こんな感じで、いたわけです。で、これを本当に知らずに私たちは見過ごしてたんですが、どうもこれが胃がんの原因になるらしいということで世の中大騒ぎになりました。そんなバカなと。日本のベールの先生たちは、何じゃ胃がんも感染症か、そんなバカなことないだろうと、もう随分大騒ぎになったんですが、やればやるほどどうも原因らしい。確かに胃がん患者さんの胃を見直すと、ほとんどいつもピロリ菌がいる。あるいはいろんな国や地域で、ピロリ菌の感染率と胃がんの発生頻度が見事に一致する。で、とうとう、ピロリ菌は胃がんの原因ですと、WHO が1994年に高らかに宣言してしまったんですね。そうすると、こういうものが宣言すると何が起こるかというと、研究費がつくんです。それで、それまで胃がんはもう研究してもよくわからないと言ってたのが、一挙に世界中で、このピロリ菌とその毒性と、なんで胃がんができるか、どう予防すればいいかというようなことが研究が進んだということになりました。で、実際これは日本から、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンという有名な雑誌に出た論文ですが、胃炎で胃カメラをやった人たち、これをずっと何年も追っかけていくんですが、胃カメラを最初にやった時点で、ピロリ菌がいた人は1200人、いなかった人が280人、ずっと追っかけていくと、ピロリ菌のいなかった人は胃がんができないんですが、ピロリ菌がいた人はだんだんその途中で胃がんが出てくる。ということが分かったんですね。で、どうもピロリ菌、まあもちろんピロリ菌がなくてもできる胃がんというのはあるんですが、どうも相当大きな原因になっているらしいということで、どうこう胃がんはですね、この病原としてのピロリ菌感染、それからもともとの遺伝的な感受性、そしてあと環境ですね、喫煙ですとか塩分ですとか、そういうものが一緒になって、発生するらしい。で、これまでこの三角形のこの部分、病原の部分が欠けてたわけですが、そこが見つかって一挙にパズルが埋まったといいますか、いろんなことが説明できるようになりました。例えば男性に多いタバコというのは、そういうものによってピロリ菌の毒性が強まる、胃の粘膜に対する毒性が強まるということが研究が進んできたんですね。で、不思議なことにこれだけ研究が進んでるんですが、ピロリ菌ってどこから胃の中に入るかっていう感染経路がまだよく分かってないんです。で、ほとんどの場合、幼児期です。お母さんあるいはおばあさんの口から、口移しで、あるいは兄弟で、ということで、ほとんどの場合2歳、3歳までに感染します。で、社会の衛生状態と密接に関連しています。で、井戸水ですね。便から出ていったピロリ菌ってそのままじっと転がって、なんとなく丸まってるんですが、顔に流れていって、あるいは井戸水に染み込んで、何かの拍子に胃の中に入るとまた元気になるという不思議な性質があります。で、世界の衛生状況がどんどん良くなってきたら、どんどんいなくなっちゃったんですね、ピロリ菌って。で、どうも感染は幼児期に起こる。もうティーンエイジャーになると、ほとんど新しい感染はない。で、今、その世界中で、減っています。もうこれに伴って、世界中の胃がんもどんどん減っています。という状況になりました。で、ピロリ菌、いつ頃から人間の中にいたんだろう。これ、ナポレオンが胃がんで死んだのは有名なんですけれども、いつもこの格好は胃が痛かったんじゃないかというのは冗談が言われていますが、まあ、胃をいつも気にしていた。で、実際にピロリ菌のですね、遺伝子をずっと調べていくと、いろんな方がコロナのたくさん皆さん見られたと思いますけど、ああいう変異を追っかけていくとですね、どん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 人類の歴史と一緒になって、6万年前にアフリカから人類がホモ・サピエンスが出てきた時も、そのアフリカの時のホモ・サピエンスの胃の中にもピロリ菌がいたということが既に証明されています。そうやって6万年人間の胃の中にいたピロリ菌がなぜか今、この数十年でですね、世界中からどんどん減っているという不思議なことになりました。で、これは日本人の
生まれ年別にその人たちの胃の中にどのくらい、ピロリ菌がいたかというのをたくさんの論文をこう並べてみたんですが、これ1920年、10年生まれぐらいの人たち、もう古い人たちはもう8割以上の人の胃の中に、ピロリ菌がいたんです。ところが、どんどん減ってきてまして、私は1955年生まれでこの辺なんですが、もう半分ぐらい、私はマイナスでした、調べて。でも最近生まれてくる子どもたちはですね、10歳、15歳で調べてもほとんどいないんです。もう今、中学生をしっかり調べたので5%いない。で、そこからあともう新たな感染というのは起こらないものですから、彼らが胃がんを発症する50歳、60歳になる頃、ほとんどもう日本には胃がんはいなくなっているかもしれません。ただ、ピロリ菌のいなくてもできる胃がんというのもまだあるものですから、今後そういうものに絞られてくる可能性はあります。で、今のところまだピロリを持った人たちが、高齢化社会で80歳、90歳まで行きますので、まだ今まで通り胃がんの患者さん新しく出てきてるんですけれども、絞り込んで見つけに行くということがだんだんできるようになりました。これは日本の男女が主にどんながんで亡くなっているかというのをずっと年度別にこう見てるんですが、年齢調整の死亡率ですが、他のがんがどんどん増えているときから、もうすでに胃がんをザーッと減り始めていました。男性も女性もですね。で、実は面白いことに、こういうピロリ菌が減ってくることで胃がんが減る。それからパピローマウイルスが減っていくことで子宮がんが減ってくる。衛生状態や感染に対する、例えば肝臓に関しても B 型肝炎、C 型肝炎が発見されるようになって、予防ができるようになってくると、感染に伴うがんは確かに減ってきてるんですね。もうすでに全てのがんが年齢調整で減り始めていますので、現代社会ではがんはもちろん重要な問題なんですが、今後、まあ、それほど延々と増え続けるものではないだろうというふうに考えられています。では、胃がんを見つけるにはどうすればよいかですね。これは非常に興味深い研究がありまして、症例対象研究、ケースコントロールスタディといいますか、日本で厚労省がお金を出して、1990年ぐらいからですね、日本中の12万人という普通の日本人の方たちに生活様式や食べ物の趣味とかお酒のこととかタバコ全部調査して、その後その人たちをずっといろんな検査をして追っかけていったんですね。で、最初の段階で血液検査をさせてもらった人が3万6千人で、この人たちの血清を取っておきました。そしてずっと追っかけていくと、その後胃がんの患者さんが511人出ました。そこで胃がんにならなかった同じような年齢の人511人を選び出して、血液検査、その最初の段階の血液検査を比べてみたんです。そうすると、ピロリ菌の血清テストの陽性率や、その中の CAG-A という、まあ、これはピロリ菌の毒性なんですけど、こういうもの、それからペプシノーゲンのテストというのがありまして、これは胃の粘膜が萎縮する、ピロリ菌が長く感染してだんだん萎縮してきて胃酸が出なくなるんですが、そういうテストというのが振り返ってできるわけですね。で、それを比べてみると、ずいぶんいろんなことが分かりまして、カテゴリー ABCD 検査というのを胃がんの聞かれたことがあるかもしれません。血液の中でピロリ菌とペプシノーゲン、これがどっちもマイナスの人は、その後胃がんができるリスクは非常に低い。そして、ピロリ菌は感染している、B というのはピロリ菌は感染しているけど、ペプシノーゲンは陰性、つまりまだ萎縮が来ていない。この人たちは、除菌をしておいてですね。で、胃がんのリスクは低い。で、ピロリ菌もいる、ペプシノーゲンも陽性だ。この方たちは胃がんのリスクは高いので、除菌はするんですが、とにかくでもちゃんとカメラはやらなきゃいけませんよ。で、非常に興味深いのはこの D。ピロリ菌はいないけども、萎縮が高度に進んでいる。これはどういうことかというとですね、もうピロリ菌が長く長くいて、萎縮が進みすぎて胃酸が出なくなって、もうピロリ菌が住めなくなっちゃったんですね。それで、もういなくなってしまった。だけど、もう種は十分まいてあるので、この人たちが最も、高いんです、胃がんのリスクがですね。ということで、血液検査で分かることなんですが、こういうリスク分けをして、その方たちに合わせて検査をしていこうというような動きがあります。これもただまだ集団検診の中にはこのシステム取り込まれてないところが多いんですけども、だんだんこうやって絞り込んで検査をして、検診をしていくということができるようになると思います。
もう一つ興味深いものですね。これ全国がん登録というのがありまして、すべての日本ですがんと診断されたあらゆるがんの患者さんは、その発見した病院がですね、その方を登録しなければいけないんです。で、これはご本人の承諾を得る必要がない、もう国の法律ですので、全国がん登録というのが始まってまして、一人ずつのがんの患者さんに関して、がん中という項目をずらっと埋めていくんですね。で、その中に発見経緯という項目があります。で、発見経緯は、この中のどれかを選ばなきゃいけないんです。がん検診、人間ドック、つまり症状はないけど、検診で見つかりましたよ。あるいは、他の病気の経過観察中に偶然見つかりました。そして、あるいは亡くなって解剖したときに偶然見つかりました。で、その他。で、その他っていうのが、ほとんどがんの症状がある人はその他なんです。で、お腹が急に痛くなっていると、血を吐いてとか、そういうのがその他になるんですが、こっち側は人間ドック、それから多疾患の経過観察中。で、これが全部届けられていて、それをどのくらいの割合かというのを調べた。非常に興味深いんですが、これは日本の検診が行われている5大がんですけども、胃がん。そうそうですね、どのくらいの割合だったかというと、胃がんは検診やドックで見つかる人は2割弱なんです。それに対して、他の病気の経過中に偶然見つかるという人の方が本当多い。で、大腸がんはこんな感じ。肺がんも実は、他の疾患中にたまたま CT を取ったら肺の中に小さいがんが映っちゃったとですね。こういうふうに、子宮頸がんもこれ検診がほとんどですね。こういうふうにあるんですが、ちゃんと症状があってから見つかったという、この黄色い人たちは半分ぐらいなんです。ですから、日本人の5大がん、約半数は検診または多疾患経過中偶然。で、この多疾患経過中の偶然というのは、なんでこんなに多いんだろうというのはですね、日本は胃カメラとか、CT とか、そういう機器がもう世界でダントツに、世界中の CT の3分の1は日本にあるんじゃないか。半分ぐらいは日本にカメラがあるんじゃないかというぐらい、たくさんのカメラが準備されていて、誰でも気軽に保険で、受けられる。これにはですね、過剰検査という一つ問題はあるんですが、そういうことがあるために、偶然見つかることがすごく多いです。例えば、これ胃潰瘍なんですね。こう急にしくしくお腹痛くなりまして、お腹が空いてしくしく痛む、ご飯食べるとよくなる、牛乳飲むとよくなる、これ典型的な潰瘍の症状なんですけど、ここに胃潰瘍があります。で、これも潰瘍で症状がこれから出てきます。ところがこれただの潰瘍になって、この周りにこうがんがあるんですね。このちょっとでぼこしたとこ、早期のがんがあります。で、これを、ああ、潰瘍だね、それはと言って検査しないで、薬を飲むといい薬がありますので、潰瘍はきれいに治って、で、痛みはなくなります。だけど、これ、がんがここに残ってるんですね。これ、早期がんですけども、これは早期がんがここにできたために、そこが引っかかれてというか、胃酸で負けて、ここに潰瘍ができた。で、胃潰瘍の症状が出た。で、症状は薬で治るわけですが、もちろんがんは治りませんから、このままほっといて薬だけ飲んでると、がんはだんだん大きくなるということになります。で、これを、よその国では、そのまま大きくなるまで見逃すんですが、日本はこういうものを見逃さない。きちんと、お早期の段階で見つけるということになります。つまり、早期のがんを見つけるというのは、日本では検診のシステムが広く発達して、さらに検診だけでなく、高度な診断機器が普及しているために、非常にアクセスが容易なんですね。ですから、いわば日本はがんの早期発見のための社会的な基盤が充実していると言えます。で、これを使わないのはもったいない。ただ、CT なんかはむやみに取りすぎるので、放射線を浴びるんではないかとかですね。内視鏡もやりすぎると下手な人がやって、事故が起こる可能性はある。いろんなことはあるんですが、今のところ私たちがんを治す立場にしていると、よくこんな小さいのが見つかりましたね、偶然というのは本当にありがたいことで、きちんと治っているんだなと思います。さらに、最近はですね、その内視鏡診断に人工知能がお手伝いしてくれることになります。これ例えば内視鏡をこうビデオでこうやるんですけれども、やってると、ここと言ってこう AI を教えてくれるんですね。これなんだよ。これはですね、実際に早期がんを含むがんの写真を何千枚というがんの患者さんの胃カメラを機械に覚え込ませたんですね。で、正しい診断をさせる。そうすると、もう機械は直ちにやってる途中からこうやって教えてくれるんです。これによって見逃しが本当少ない。これは眼瞼で開発したんですけれども、眼瞼の材料を使って、今度それが、
NIM という会社からメディカルというところから、出るんですけれども、つい最近、ようやくクリーニングで止めてもらったんですが、今後、見逃しはますます減ってくるだろうと思います。さて、発見するというところなんですが、今度治療するというところに行きます。で、胃がん治療ガイドラインというのを日本胃がん学会がずっと出してきましたが、患者さんのためのというのが今回久しぶりに、出ました。ぜひお買い求めいただいてですね、お買い求めいただくと、印税が胃がん学会に入るものですから、大変助かるんですけれども、理解していただきたいと思います。で、がんの場合、これは、胃がんに限らずですが、まず進行度、どのくらい進んでいるか、ステージはどうかということが非常に、重要です。で、なぜステージを考えなきゃ、進行度を考えなきゃいけないかというと、その進行度によって予後が変わると、どのくらい再発するかというのが違います。また、治療法が変わるんです。ですから、がんだというんではなくて、がんが見つかっても、それがどのくらいのがんかということをしっかり時間をかけてでも調べる必要があります。で、胃がんに限らず、固形がんですね、大腸がん、肺がん、乳がん、すべて塊を作る、白血病なんかは血液がん別ですが、固形がんと言われるがんの場合、世界共通の大きな分類があります。この3つ、3種類に分けるんですね、限局、領域、縁核です。限局というのは、まだがんがその胃なら胃、大腸なら大腸、原発の臓器にとどまっていて、そこの中だけにあるもの。それに対して領域というのは、その近くのリンパ腺、あるいは隣の臓器までに行ってるけど、まだそこ以上に行っていないもの。遠隔というのはもう遠くに飛び散ったもの。この3つで大きく分けます。で、これは、がんの疫学とか世界を調べていく上で非常に大きく大事で、例えば日本の胃がんというのはこの限局というのが7割近く限局なんですね。ですが、欧米ではまだほとんど遠隔で見つかるがんが多いとかですね、そういう分け方ができます。で、ステージというのはもうちょっと細かくなりまして、これは、このがん、胃がん、大腸がん、乳がん、それぞれ全部違うステージがあります。ただし、共通なのは1、2、3、4です。その4つに分ける。ステージ5というのはありません。ステージは1、2、3、4。まあ、0というのもあるんですけども、1、2、3、4で、これはさらに 3A、3B とかですね、これはその臓器ごとに細かく定義がありますので、これを皆さん、私はステージどこですかと、あんまり気にされる必要はない。これは医療側がどういう戦略を立てていこうかというときに、まずこのステージに合わせて、まあ、ガイドラインもそういうふうに書かれてますが、ステージ 3A だったらこうしようとか、まあ、そういうふうな対策を立てるのに必要です。もちろん皆さんに説明をするにしても、どうだということはね、それからですね、最近時々ニュースの見ていて、間違ってるなというようになって、大腸がん、私、手術を受けたときはステージ3だったんですが、半年経って、転移が見つかって4になりましたというような記事が時々ありますが、これ、表現として間違いなんです。ステージというのは最初の治療のときに1回だけです。その後、再発しようが治ろうが、それが3か4になるとか、3か1になるとか、そういうことはないんですね。再発したら、それは再発がんという名前で、ステージ4というのとはまた別です。で、この進行度別で治療法が変わるということを、胃がんについて見てみますと、早期胃がんですね、粘膜内、あるいは粘膜下層まで胃がんがとどまっている場合は、粘膜内の場合は、ほぼまず転移している可能性がないので、内視鏡で取って、もう手術なし、外科手術なしで内視鏡で取って治る。実は今、内視鏡で取って治る日本人の胃がんって5万人ぐらいいるんですね。手術を受ける人と同じぐらいです。ですから、本当に早い時期に見つかっているということになります。粘膜下層まで行くとですね、一応手術はしましょうということになるんですが、胃の働きを残す手術をしましょう。で、もう少し進んで、ステージ2、3になりますと、がっちり胃を取って、さらに、その後、抗がん剤をやりましょうということになって、これがステージ2と3で違う内容です。補助化学療法というのは後でちょっとだけお話しします。それから、もう最初に見つかったときにすでに遠隔転移があるステージ4だという場合には、もうこれは手術の果たす効率が非常に小さくなってきまして、手術だけではもう全部取り切れなくなりますので、抗がん剤、最近ではオプジーボ、免疫チェックポイント阻害剤。で、場合によってはそれに手術を加えるというようなこともありますが、このように、胃がんといっても、どの段階で見つかるかによって治療法が全然違いますので、ステージングをきちんとするということが大事だということであります。
あとはですね、これはガイドラインの、一般用のガイドライン、患者さんのために全部出てるものですが、例えば内視鏡治療、このように、カメラを入れてですね、こう膨らませて持ち上げて撮るんですよと。例えばさっきお見せした、このがん、これは潰瘍が残ってますが、ここにがんがあります。で、これをですね、色を巻いて、凸凹が分かるようにしておいて、この範囲を取るぞとこうマークをチチチチと電気メスでつけて、中にこう液体を入れてですね、膨らませてきまして、で、こういう特殊な機械で切っていくんですね。で、ガリガリガリとこう周りを全部切り離しまして、さらにこの下を削ぎ落としていって、最後、ボコッと粘膜を剥ぎ取ってしまう。これ ESD と言いますが、これ見えてるのは森の筋肉なんですけど、で、ここに大きく粘膜が取った、この取ったものを内視鏡で取り上げてきて全部調べる。で、ここは薬を飲んでいたりすると自然に、この代わりは治ってくるんですが、こういう治療で手術をしなくていい。じゃあ、早期がんって何でも胃カメラで撮って治るんですかっていうと、全部っていうわけにいきませんで、厳密な条件があります。胃の周りにもし1%に転移しているとするところは胃カメラで撮れませんので、転移してない数のものでないといけません。なので、大きさや、がんの深さや、がん細胞の種類とか、すべての条件が揃ってくるわけで、非常に厳密な条件があって。で、それは、やる前は分からない、全部分からないことがありますから、まず撮ってみて、さらに病理で詳しく調べて、で、この条件から外れた場合には、手術が必要ですよということをご理解いただいて、やることになります。まあ、ただですね、手術といっても、この条件からちょっと外れたとしても、やはり、リンパ節転移の確率は非常に低いので、まあ、できればもういいでしょうと、私、85だしとかですね、心臓も、私、もうこれ、いいよ、もし、リンパ節に行ってたとしても、これの前来たりというような人も今、どんどん増えておりまして、さまざまな条件を勘案して、何パーセントぐらいの確率ですけど、どうしますかということを今、だんだん患者さんとお話しながら、何が何でも手術というわけではなくなっています。ただ、きちんと治りたいという人は、やっぱり手術を受けるべきなんですね。で、手術というのは、こういう胃がんの、これ胃がありますが、この周りのリンパ節というのが非常に大事で、例えば胃の下の方にこうやってがんができた場合には、転移するがんはこの辺だなというのが分かってますので、そこに合わせて、また上の方の場合はこっちの方にも行くな、これはもうこれまでの膨大な経験で分かってますので、それぞれがんができる場所によって、これ下の方を3分の2切り取るとかですね、あるいはこれ全部切り取るとか、こういう、これはもう本当に必要なものをちゃんと全部取らないと、いかに取っても意味ないですから、胃が小さくなるというのは、それなりにいろんな、もちろん合併症があって、体重が太りすぎて、ね、減ってちょうどいい方もいられるわけですけども、まあ、いろんな後つなぎ方、これもいろんなものがありますが、これらは、皆さんのそのがんの状況に合わせて、外科医が一生懸命考えて、一番いい方法をやってくれます。早期がん、これ胃の真ん中ぐらいにできるとですね、この胃の出口、幽門というところの神経を残して、幽門保存胃切除術、なんていうのもこれ日本で開発されました。PPG というんですが、PPG をやるとですね、とっても元気で、もうこの方も、もう20年ぐらい前に私手術したんですけど、その後もうご存知のように飛び回るんですね。そして、もうはい、どんどん宣伝してください。どんどん行ってくださいというのを、まあ、今日も堂々とお見せしますが、まあ、やったこともわからないのでお元気でいられる。最近は腹腔鏡手術とかロボットとか、こういう低侵襲と呼ばれるものが、非常に広く行われるようになりました。で、これは傷が小さいので、胃を取る針とか、そういうものは全部同じなんです。ですが、小さい傷で済むものですから、手術の立ち直りが早い。これは確かですね。運動選手なんかでも、本当にお腹の筋肉の時にしないですぐに立ち直れるという、こともあります。ただ、やる方はですね、これ、非常にもどかしいんですね。手で触ればどうってことないものを、こう、棒を使っているわけですから、お箸使ってこれ豆つまんでくださいとか折り紙してくださいって言われてもうまくいかないのと同じで、なかなか大変で、これトレーニングが必要です。で、最近はロボット手術というのがありまして、これすごいんですけれども、その腹腔鏡でガチャガチャやるのをロボットにやらせようと。で、ロボットというのは実に細かい動きをしてくれるんですね。で、例えばこれはですね、こっちでこういう機械をこれ見えますかね、こう動かすと、これはロボットの先なんです。で、まるで人がこう操っているように映るんです。動くんですね。もうぴったしこっちでこうやると、そのトレーニング。
しかもこれが大きな動きをしているのですね。それを非常に小さく細かい動きで再現するんです。ですので、くるくる回りますから、本当に細かい手術が安心してできます。で、しかもこれは驚くべきことに、このロボット手術というのは、離れてでもできるんです。これはつい、去年の7月に日本消化器科学会で実証実験というのをやったんですが、函館で学会があったんですけど、函館でこのカメラを見ながら動かすと、東京のラボでここに置いてあるロボットがその通りに動いて手術ができるんです。で、これはもう確実にできるということが、まあ、通信環境も良かったんですけど、もう証明されて、これはアメリカとかヨーロッパ、大きな国でですね、外科医が限られている特殊な手術を機械さえあれば、そこでセッティングすれば、こっちから行えるということが今後できるかもしれない。ということで、さまざまな将来性を秘めたロボットの手術が今、どんどん進んできています。それで、ちょっと最後にその補助化学療法、さっきの手術プラスステージ2、3の場合、化学療法というお話をしましたが、これはですね、手術で肉眼的にはがんは取れたと私たちは思う。でも、調べてみると、リンパ腺には顕微鏡でしかわからない転移があった。胃の小膜にもがんが出ていた。ということは、もっと先までがんが残っているかもしれない。でも、それは一生懸命見ても、どんな検査をしてもわからない。で、手術だけでも治ったかもしれないんだけども、再発する可能性もあるという非常に曖昧な状況の患者さんが、おられるわけですね。その場合、じゃあ、怖いから、その残ったがんを抗がん剤で叩こうということで、補助化学療法というのが始まりました。ただし、これは昔からやられてるんですが、本当に治るかどうか分からなかったんですね。もう治ってる、手術だけで治ってるのに、抗がん剤を加えるっていうのは、それだけ、苦しい思いを、あるいは副作用が出るかもしれない。本当にやるのがいいのっていう議論が昔からあったんですが、これを何十年もかけて、世界中でいろんな比較試験をやりながら、胃がんの場合、補助化学療法で確実に生存が伸びるということが証明されましたので、今、ステージ2、3の人には、補助化学療法を受けてもらっているというわけであります。細かいことはちょっと省略します。ということで、私の話のまとめですが、胃がんの大部分は、幼児期のピロリ菌の感染が原因です。で、これが世界中で減ってきています。それからピロリの除菌によって胃がんの発生リスクが下がることは分かっていますが、ゼロにはなりません。ここが一番問題なんです。ピロリがいましたけど、除菌したからもう大丈夫ですっていう人がいるんですが、これ間違いなんです。もう子供の頃からできた、いたピロリをですね、大人になって除菌しても、もう目は分かれていて、まだまだリスクはありますので、ピロリがいたという人はずっと今後も検査が必要です。胃がんの発見は内視鏡検査で基本行います。で、潰瘍の症状があったとしても、薬飲んで、そう、治る症状がということは考えずにですね、症状があればすぐ検査を受けましょう。で、胃がんの治療は進行度に応じて様々ですので、内視鏡だけで治る可能性があるんですが、まあ、あまりこれ、そればっかりこだわってはいけません。で、外科手術では、なるべく胃の働きを残したい。でもきちんと取り切るということが一番大事です。それから、腹腔鏡手術やロボット手術、体に優しい手術が普及してきていますが、これはいろんな対象、あるいは、その医師の慣れとかですね、技術とかいろんなことがありますので、一番いい方法というのは、よく相談して最適なものを選びましょう。ということで、この後、もうちょっと厳しい段階になっていることは、この後、山口からお話をします。以上です。ご清聴ありがとうございました。先生、ありがとうございました。大変わかりやすいなと思って、私も実際に手術を受ける前に、非常に心配感、もちろん不安な状態っていうのを、すごく今でも鮮明に覚えてるんですけど、例えば今のようにですね、先生を分かりやすく説明いただきながら、自分がこれからどういった手術を受けるのかなということを、もう少し判断する上ではですね、本当にこういった分かりやすい説明いいなというふうに思って聞いておりました。大変勉強になりました。ありがとうございます。はい。それではですね、続きまして、講演に入りたいと思います。胃がん治しきれないとき、そのときどう頑張るということで、山口先生の方からお願いしたいと思います。準備ができましたら、よろしくお願い申し上げます。
宮城病院で消化器の抗がん剤を専門にやっている山口です。今日は、今日までお越しいただきましてどうもありがとうございます。私の方はですね、この抗がん剤の話をですね、メインにお話しさせていただきたいと思います。これ先ほど病院長がお話しされたようにですね、局所であれば、基本的に局所治療、その結局のものがですね、内視鏡治療であったり、手術療法なんですが、がんで性質が悪いためにですね、血液によって肝臓に飛んでしまったりとか、肺に飛んでしまったり、鼓膜にこぼれたりというのさまざまなところに飛んでしまうんですね。で、この飛んでしまったときに何をするか。実際にこれ、我々が見ている画像なんですけれど、右側の上、これ内視鏡像としては比較的小さながんなんですけど、実はこのがん、がん細胞の性質が悪いためかですね、この下の方の CT で分かりますように、ここに、灰色に CT で見ると、これ水なんです。お腹に水が溜まるってことは、がん細胞がこぼれて、腹膜に刺激を与えてしまって、反応性に水が出てくるということですので、腹膜にがん細胞が散らばってしまっている。残念ながら手術で治しきれない、手術の適用でないという病態を示している画像になります。これは肝臓の転移の画像なんですけれど、原発のところはこの胃の出口のところにあるがんなんですけれど、CT で分かりますように、これ黒く抜けているところが肝臓の転移なんです。じゃあ逃げるところを取ったらいいじゃないか。ですね、大腸がんは比較的そういう戦略が取れるんですけれど、これも難しいのはですね、画像で分かってないところに微小の転移、例えば CT スキャンって言われるものが万能ではなくて、大体検出限界が3ミリから5ミリというと、それ以下の大きさのものっていうのは、実は捕まってないんですね。そうすると、お腹を開いて肝臓を取ったとしても、すぐ他の残った肝臓に出てきてしまう、他のところに出てきてしまうというために、意外におきましては、個数が多い場合は、もう手術適用にはならない。可能性があるとするとですね、抗がん剤が非常によく効いて、例えば半年とか1年やった後で、思い切って手術にチャレンジしましょうということはあり得るんですが、原則的には手術の対象ではないという考え方がなされます。で、これはですね、胃がんの診断ですごく難しいところなんですが、CT とかさまざまな検査で手術で取り切りに行きましょうって言ったときに、これお腹を開けたときに見つかってしまう画像なんですね。こういうですね、5末ぐらいの腹膜に散らばった像っていうのは、今のですね、検査の検出限界がありまして、こういったものってお腹の中にカメラを入れて、腹膜を見てみるとか、手術の時に発見されることがあって、こういったのもですね、がん診断の難しさを示すと言えます。で、手術でうまくいかない、手術が適切でないと分かったときに、僕らは何を選びますかというと、よく放射線はどうですかって聞かれます。ただ、放射線もですね、当てる場所のがんの制御はできるんですけれど、全身に当てられないんです。ちょっと引きな例になりますけれど、広島や長崎の原爆で、4グレーから5グレーという量の放射線が全身に当たったわけで、皆さん亡くなっているんです。放射線でがんを縮めるためには40から60グレーがいい。これはなんで当てれるかというと、局所に絞り込んで当てちゃいけない臓器を外すから縮む。そうすると、そういう場合は抗がん剤で、血液に乗って全身に回る薬で、がんを抑えに行きましょうという形しか取れないことになります。で、我々は手術はできません。で、じゃあその化学療法医が何をしてますかっていうと、進行したがんに対しては、抗がん剤を駆使して、その患者さんが3年後、5年後に元気でいられるように、どうやって薬のプランを立てていったらいいか。時に休んだりとか、薬もいくつかありますので、その流れをどうやって作っていくかということを考える。それから、ギリギリ手術できるかもしれないけれど、今手術しても予後が悪そうだ。こういった患者さんにおいては、抗がん剤を先にやることによって、
より効果の高い手術ができる、取り切れる手術をするために、どういう抗がん剤が使えるのかということを考える。それから先ほど佐野が言いましたように、取り切れたがんに対しては、微小の目に見えない画像でわからないがんに対して抗がん剤を使って、治る。5年後、10年後に、がんがない状況で生きている確率を上げるのが手術。そして、QOL を維持した生活をどうやって送らせてあげるか。副作用のケアをどうやってやっていくかということを考えながら薬を選んでいます。で、僕らが使っているものの主なものです。まあ、この細胞障害性抗がん剤というのは従来で言われる抗がん剤で、これ最も重要なものなんですね。まあ、副作用のイメージが悪いかもしれませんけれど、抗がん剤ができてからもう30年、40年と経ってくる中で、実は副作用に対する対応も作られているんですね。ですので、昔のですね、テレビドラマとか漫画のように、抗がん剤始まるとずっとトイレに駆け込んで、ずっと入ってなきゃいけないということはありません。実際に私も医者になって30年ぐらい経ちますけど、その頃シスプラチンが出てきた時には、吐き気止めがなかったので、患者さんは睡眠薬でずっと寝ててもらうようになります。それが今は、同じようなシスプラチンという毒性の強い抗がん剤をやっても、患者さんご飯食べてるんですね。ですので、昔に比べて、副作用の対策っていうことになります。そして、科学の進歩によって、この分子標的薬とか、免疫の薬から出てくることによって、薬のオプションの強さがどんどん増えてきています。ですので、未だですね、メディアが取り上げる抗がん剤というのは悪いイメージなんですけれど、実際に抗がん剤がうまく効くことによって、これは個別の例になりますけれど、富士山に登った患者さんもおられますし、それから年2回ぐらいハワイでダイビングに行ってた方もおられます。自分の、亡くなった後のことを相談するために自分の足で恐れ山に登ってきた人もいますので、抗がん剤や治療とうまく付き合いながら、自分の時間をどう作っていくかっていうのは、人に少しは問題が起用できるようになってきてるんじゃないかと思います。ここの次の特徴はですね、聖書等にいろいろ書かれているので、あとのディスカッションのところに時間を取るために流させていただきますけど、ちょっと難しいかもしれませんけれど、医者がどんなデータを見て何考えて治療しているのかっていうのを少し紹介したいと思います。その中で僕らが最も重視するのが、この生存曲線というデータで、これ縦軸に生きている確率で、横軸に時間なんです。で、この0日って大体診断日なんですけれど、このカーブを見て、患者さんが、今患者さんにどういう治療を提供すべきか、どういう力のある治療を提供できるかって考えます。で、手術とか治る場合っていうのは、この5年生存率っていうのを重視して、この5年生存率っていうのは、治癒率と相関すると言われているので、5年生存という時に使われるんですが、我々が使っているがんの場合ですね、1年の時間を提供するっていうのが、そう簡単ではない世界におきましては、生存期間中央値といって、スタートしてから半分の方はお元気です。残念ながら半分の方は亡くなってしまいましたという瞬間を捉えて、この生存期間中央値という数字を使って説明や治療にプランを立てます。ですので、患者さんによっては、余命はって聞かれたときに、1年答えられたときには、これ、あなたに1年しかないということはないんです。誰も患者さんの余命、個々でわからないんですが、医学は確率で専門です。ですので、1年後に生きている確率が5割ですよ、ということなんです。じゃあ、生存期間中央値が長い治療ってどういうことかっていうと、こっちの黒いバーの治療と赤いバーの治療、どっちがいいかっていうと、赤いバーの治療を選んだ方が、常に生きていく確率が高い。だから我々は、この生存期間中央値が長い治療を選択して、患者さんに提供します。それからです、セカンドオピニオンで、当初から断言に来ていただく患者さんがよく言われるんですが、ガイドラインなんか順次でなくて、もっとすごい治療を出してくださいって言われるんですけれど、私も、がん治療ガイドラインに携わってましたし、今、大腸がん治療ガイドラインを作ってますけれど、
ガイドラインって一番いいものを並べてるんです。ですから、ガイドライン以上の治療って実はないんです。ただ、どの治療も化学基本が万全でないために、プロフェッショナルが、まあ、10人とか集まって議論して、そして、まあ、コンセンサスで最終的な推奨度みたいなものが決まる。標準治療なんて言われるけど、これも最もいい治療なので、まあ、ぜひですね、まあ、もしご家族ないしは、こういう治療の必要な方は、標準治療をきっちりやる。よく誤解されるのは、標準治療だから、どうせ薬盛るだけだろうって言われますけど、同じ薬でも、ちゃんと考えて使うのと使わないので、やっぱり効果の差が出ますので、標準治療をちゃんとしたプロフェッショナルから受けてもらうというのが一番いいと思います。ですので、ガイドラインでですね、梅が書いてあるわけじゃないです。松です。どのガイドラインに書かれても松ですし、我々のような臨床研究家は、ガイドラインに載るような研究をして、日本中、ないしは世界中の患者さんの治療に寄与したいなと思って研究するんで、ガイドラインに載っているものは、まあ、そこになります。で、僕らが扱っている抗がん剤、まあ、ガイドラインにどう書かれているか、これ最近の記載から外れちゃってるんですけれども、転移してしまって治せない状況であるということですね。一番いい治療は民間療法でもないですし、緩和医療でもなくて、患者さんに寿命を延ばしてくれる抗がん剤でしょう。そして時に治ってしまう人もいることはいい。実際にですね、我々のデータベースないしは、私が前の職場にいた埼玉がんセンターのデータベースなんかでひっくり返しますと、1%はいかないんですけれど、でも薬で治っちゃったんじゃないかって言っているんです。ですので、多分ですね、この治療がベストです。で、ちょっとガイドライン、こちらの方は医者が民用のガイドラインですけれど、2001年とか2004年の時代のガイドラインという、抗がん剤で推奨すべきものもない。それだけ科学で十分な薬が確立しなかったんです。で、2010年ぐらいからしっかりとした治療が出て、紹介されるようになりましたし、2014年のガイドラインからは、一次治療、二次治療というので、エビデンスベース。いや、これをちゃんと、この流れでやってあげると、患者さんの寿命が伸びますよということが確立したものが、記載されるようになりました。そして、これが今のガイドラインの流れです。ざっと見て分かりにくいかと思うんですけれど、一番治療の効果として重要なのが一次治療の選択です。ですから、ここをいかにちゃんと選ぶかっていうのは大事なのと、実はもう一つ大事なことは、これ、1、2、3、4、4次以降って書いてあるんですけれど、一つの薬だけで患者さんの長いお時間を提供することができないので、適切な画像感覚で評価しながら、次のラインの薬を使っていったり、まあ、寿命を上手に薬とともに紡いでいってあげるのが、抗がん剤の非常に重要なミッションになります。で、標準治療って、勝手に決まってるわけじゃないんです。5FU ってお薬が、ハイデルバーグっていうアメリカの人が研究して作ってからずっと標準だった。それが、1999年にやった臨床試験の中で、ES1 というお薬と ED の低下とシスプラチンの併用でこれ比較してみるんです。そうすると ES1 がどうも一番良さそうだよ。で、ES1 がチャンピオンになったら、当然また新たなるチャレンジャーが戦いに来ます。シスプラチンっていう薬を併用したら、従来のチャンピオンに勝てるのかなって、勝った。そして、同じプラチンなんですけど、吐き気の少ないオキサリプラチンっていうのが出てきて、比較したら、同じプラチナなので、効果は一緒なんだけど、いろいろいいとこ悪いとこあったんで、引き分け。ですので、今、日本の標準としては、この S1 シスプラチンと S1 オキサリプラチンというのは、同じ効果の同格で上がっています。で、よくですね、患者さんが混乱するのが、ベースの抗がん剤のところなんですけど、
実はこっちフッカピリミジン系って言われる薬で、こっちプラチノ系。で、これ好みとかですね、患者さんの副作用のプロフィールとか、ご飯を安定的に食べれる食べないっていうのは、錠剤が飲みやすい飲みにくい等で、医者が選ぶんです。で、選んでこういう薬ができてるんですが、例えば僕ら結構ですね、この TS-1 とオキサリプラチンを使うんですが、他の病院でカペシタミンとオキサリプラチン使われてきて、うちと違うというと心配されるんですけど、実はこの組み合わせはほとんど一緒なんです。ですので、そこはあんまり気にしないことです。ただ、こうやって剤型を変えても効果は変わってない。なので、もっと新しい薬が出てこないとまずいよっていうふうに言われる。で、もう一つの問題は、ラインをつなぐってことなんです。というのは、抗がん剤って副作用があるんです。ですので、副作用を乗り切って有効性を享受できるだけの体力があります。そうすると、一時治療があまりにうまく効かない、ないしはですね、一時治療が効いてても悪化してしまうタイミングを逃して、だらだら一時治療を引っ張っちゃうと、体調悪化するんです。そうすると、二次治療に変えなきゃいけないという時に、体力がなかったりします。ですので、まあ、我々は大体2、3ヶ月に1回 CT で、本当にがんが縮んでいるの、何しろがんが抑えられているのっていうのを確認しながらつなぐんですが、これはリアルワールドデータって一般臨床におけるデータなんですけど、実際に一次治療から二次治療に行けている人って6割。そして二次治療から三次治療、まあここは5割ぐらいですけど、一次治療から見ると、三次治療に到達している人って3割ぐらいです。で、実際に僕らは1億分ですので、ここが7、8割ある。ですので、薬っていろいろあるんですけれど、つないでいくことが大事。これちょっと我々の宣伝になっちゃいます。なりますけど、2007年からですね、2020年の僕らのがん治療を、この一次治療が確立した時期、二次治療が確立した時期、オキサリプラチンが入ってきた時期って、生存曲線、さっきのカーブ並べてみたんですが、ちょっと残念なのは、やっぱり一次治療のパワーがフッカピリミジンでプラチナだけだった時代なんで、大きな差が出てないんです。ですので、この生存期間治療期って他の施設よりは少し長いっていうのはありますけれど、やっぱまだまだ今の治療ではダメですよ。2020年段階ではこのまま満足しちゃいけないんですよっていうデータになっています。その中で治療方針考え方を大きく変えてきたのが、この免疫チェックポイント阻害剤です。本庄先生がノーベル賞を取られたことによって非常に注目を受けましたけど、もともと我々の免疫は癌を認識してたんです。だけど、癌は賢いので、この PD-1 と PDL-1 というシグナルを使って、リンパ球が癌を攻撃に侵入するのを抑えてた。で、本庄先生が見つけた PD-1 という、これプログラムセルです。もともとですね、アポトーシスって癌細胞を死に導くシグナルとして見つけてるんですけれど、そこのこのインタラクション、連携を抗体で切ってあげることによって、リンパ球が T 細胞ががん細胞を攻撃しようとシグナルを受けるのを抑えるシグナルなんだ。それを切っちゃうと、このリンパ球ががんを攻撃に行くようになる。それで治すっていうのが、まあ、今よく皆様で使われているオプジーボという薬なんですね。で、このお薬もなんでいいって評価されたかっていうと、これちょっと難しい話で申し訳ないですけれど、三次治療以降の胃がんの患者さんにオプジーボ、ニボルマブをやる人と、それから偽薬、お薬じゃない、これ申し訳ないんですけど、お薬じゃない点滴を受けてもらって、これの比較の中で、本当にオプジーボ、まあ、ニボルマブですが、薬として効果を出すかってみたいに一緒してる。そうすると、これ、サバイバルカーブ、さっきの生存曲線なんですけど、これで見ると、こっちの青い線の方が、これで、非常に、ハザードっていうのは、これ、命、亡くなってしまうっていうのをイベントにしてるんで、
瞬間瞬間に亡くなるリスクを38%藤井五が下げてくれた。そして優位差が取れているので、これ科学的に根拠を持って藤井五は患者さんの寿命を延ばしますよということは分かった。なので薬としてちゃんと機能しますよということが分かったら一緒していない。で、そうすると、さっき3次治療に行けるの3割って言ったら、1次治療の抗がん剤にオプジーボ、ニボルマブを併用してあげたら、もっといいことが起きるんじゃない。多くの人がこの本庄先生が作ったオプジーボ、ニボルマブというお薬にのメリットを享受するんじゃないのって言われた臨床試験の結果がこれで、まあ、ちょっと CPS というのはまた機会があったらご説明しますけれど、免疫ががんを認識しているのをスコア化して、その点数が高い人ほど、オプジーボを併用してあげるといい効果がある。それから、こんなの見なくても、全員の患者で見ても、たくさんの人がオプジーボの利益を享受できますよということで、実は2年前にオプジーボが一次治療で承認された。ですので、今、胃がんの標準治療は何ですか？デトソックスでもゼロックスでもコルポックスでもいいんです。そこはいいんですけれど、オプジーボを使いましょうということで、ここにオプジーボ、ニボルマブが出てきています。で、もう一つ、胃がんでですね、分子ターゲットとして同定されているのが HER2 で、有名なのが乳がんの HER2 こちらです。で、実は乳がんで有名になったこの分子というのは、胃がんでも出ていることが分かって、これ診断なんですけれど、こういう免疫組織染色って、この HER2 というタンパクを染める料理の技法がありまして、これしっかり染まってるんで3クラスなんですが、こういう患者さん15%いるんです。で、この人はさっきのオプジーボじゃなくて、ハーセプチンを使った一次治療なんですが、実はまた薬もですね、いろいろ今発展してまして、このハーセプチンの抗体に、これも仕切りきました、リンカーっていうものをつけて、抗がん剤をくっつけちゃうんです。何が起きるかっていうと、抗体が HER2 が出てる細胞表面により選択的にくっつくと、ここについてる抗がん剤をより効率的に細胞内に送り込むんです。で、リンカーっていろいろ特殊な技術があって、細胞内にライソソームって分解酵素があるんです。それで切れると、ここにくっついてる抗がん剤が分離されて、がん細胞を殺すんです。完全に理論的に言ったらば、血中の中にこのペイロードという抗がん剤が放出されないので、副作用が少なくて、少ない量でがんに集中的に効くであろうということで、抗体薬物複合体というのは今すごく開発されています。それがやられて、これが臨床試験でやられたデスティニーガストリック01というのは、これ実は私、開発の責任者させていただいたんですが、医者が選んだ従来の化学療法と、これ商品名エンハンスなんですけど、総効率、がんが縮む確率で見て14%から51%の差があって、さっきから見てます生存においても、従来の抗がん剤やった人たちは、中央値で8.4ヶ月の寿命だったのが12.5ヶ月の寿命になって、実は一部の患者さんでかなり長くご存命になっています。こういったデータが出てきたことによって承認されています。ですので、ガイドラインの中でも、このエンハースということは、HER2 陽性の患者さんのこの戦略の中に重要なお薬として記載されている。で、次に出てくるお薬というのはですね、がんってやっぱりややこしいというか、同じ薬で戦ってても耐性を持つんです。そうすると、耐性を持ってしまうと効かないんです。で、よく患者さんが誤解されるのは、二次治療に行きましょうって言って、より強いのをやるんですか、もっと副作用が苦しくなるんですかって誤解されますけど、メカニズムが違う。がんは耐性を持ってしまったメカニズムと違うものを使うので、抗がん剤によっては患者さんは楽になる。もちろんきつい人もいるんで、メカニズムが違うものを使うんですが、がんのメカニズム、がんの増殖するメカニズムが違うものであれば、出てくれば出てくるけど、患者さんに適切な治療が選ばれる。プロリン18.2というのは、先ほどの差の方からですね、がん細胞って手をつなぐのが切れるんです。この手をつなぐ分子にをターゲットにしたお薬なんです。
で、その手をつなぐ分子にゾルベツキシマブという薬が、がんって手をつないでたところが離れると、ここは本来は抗体がやっつけに行かないんですけれど、遊離するんで抗体がつきやすくなる。これに対して我々が免疫で持っている個体っていう、まあ、免疫を司っているタンパクなんかが加わることによって、がん細胞をやっつけに行くという薬で、2つの試験が行われて、抗がん剤に対してこのゾルベツキシマブっていう薬を併用するかしないかっていうのが、2つの臨床試験の答えが出ている。で、これちょっと時間がないんで流しますけど、標準治療に対してゾルベツキシマブを加えた方、標準治療に対してゾルベツキシマブを加えた方、2つの独立した臨床試験で寿命を延ばすことが分かったので、これもうすぐ承認されます。で、多分ですね、秋には使えるようになってると思うんですけれど、ちょっと、もうちょっと待ってください。で、まあ、抗がん剤の選択肢が増えたことで何が変わったかなんです。なかなかですね、我々が提供している抗がん剤で長期患者さんがお元気でいられるっていうのは難しいところなんですが、これ過去の報告です。日本の臨床使用、の治療、標準治療を作るジェイコブグループっていうのが、日本の、まあ、研究費を使って、そういう標準治療の確立のためにやってる研究グループがあるんですが、それが1985年から97年にやった臨床試験では、5年後に来てる確率2%。愛知がんセンターが2001年近辺で出した報告だと3%。で、さっきお話ししたオプジーボが、実は長期フォローアップデータを出していて、この間の学会で4年生存データが出てきています。まだですね、5年っていうスパンでどうかって分かってないんですが、今のところ明確に精度が高いデータというと、3年で17%。これうまくいくというか、このカーブを信じると15%ぐらいの人が5年後にもお元気でいられるんじゃない。残念ながら治らないところで寿命を稼ぐために頑張りましょうって言った患者さんにひょっとすると、もうちょっと治癒できる確率を提供できるんじゃないかっていうふうになってきています。僕らですね、抗がん剤で重要視してるのって、今の患者さんを治療するだけが大事じゃなくて、薬の開発、治療の開発、それから今ある薬を理想的な投与法をどう作るかっていうのが非常に大事で、これが製薬企業が承認を目指すためにやる治験のお手伝いする治験と、それから今ある薬を適切に使うための臨床試験、こういったものを取り組んでいます。そしてこれは通常診療と臨床試験、それから治験と臨床試験って車の両輪ですので、どっちが欠けても患者さんの利益につながらないので、我々ですね、患者さんにこういう試験、ご協力をお願いしながら治療しているというのが現状です。抗がん剤って何してくれるのかよく聞かれます。寿命を延ばすことですが、僕ちょっと違うと思ってまして、抗がん剤をもたらしてくれる寿命を意味のあることに使う。これひょっとしたら有用かもしれません。自分のやり残した仕事をする時間を作るのかもしれません。科学的な根拠のない治療をすがって探し回るよりは、今薬がもたらしてくれる寿命をどうやって意味のあるものに使っていくかということが、多分本当に大事じゃないかと。もう一つ、これは我々の反省なんですが、診断がついた発症して、がんに目を向けた治療、これをやってきて、でも進行してきて、プロに従って、緩和ケア的なものをつないでいかなきゃいけないんです。抗がん剤って何、どういう場所で仕事しているのっていうと、まあ、ここですね、手術前だったり、それから手術後だったりします。で、ただですね、まあ、こういう大きな病院に来ていただく、手術だと1回が勝負なので、遠くから来てもらっても患者さん結構時間の余裕もあると思います。抗がん剤はって言ってやっぱり2週に1回、3週に1回来てもらわなきゃいけない。で、ケアがしたいなってきたときは、
体力の損失とか、ご家族のお見舞いのエネルギーをいかに抑えるかって大事になってくる、どうしても地獄。その時に、こういう我々の大きな病院の医者って常にですね、後ろの方法で患者さんを支えてくれる医療機関がやりやすいような形も含めて、ちゃんと患者さんに状況を説明するのもそうだし、できるだけ症状の緩和を目指したことをやってあげてから送るとかっていうことが大事なので、今後もですね、新しい治療を作るだけでなくて、トータルで見た患者さんの利益を高めるための臨床に努めていきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。それが今の山口で胃がん治しきれないときに、そのときどう頑張るということで、大変わかりやすい解説で、ご講演いただきました。改めてお二人の先生に拍手をよろしくお願いします。はい。じゃあ、それでは、そろそろお約束の時間となりました。第2の質疑応答を始めていきたいなというふうに思いますが、ぜひですね、ここからは少し気軽にリラックスした感じでですね、こんなこと聞いてみたいなと積極的に言っていただければなと思っております。まずは先ほどのご講演の内容のお話でもいいですし、まあ、普段皆さんが疑問に思われていることもいいかなと思います。あと今日はですね、実は大変恐縮なんですが、私への質問も受け付けておりますということですね。はい。私に対してはですね、基本的に NC がないものと思っておりますので、何でもお聞きいただければな、というふうに思っております。今日はオンラインでの参加ということもありますので、時折そっちにも入りましたら、そちらから拾ってまいりたいなと思います。まず会場の中でですね、ちょっとこういったことを聞いてみたいということをいらっしゃいましたら、挙手で。どうぞ。何年か前に、東大病院でウイルスをちょっと。今、行きます。何年か前に、東大病院の方でウイルスを使ったロシウムの薬ができたという話を聞きまして、それがその後の自分の家庭内にも普及できるという話をしたんですが、今後どうなったのか全然調べたことがわからなくて、その辺と、あと2つあるんですけど、去年、別の会社の、講演会聞きに行ったときに、遺伝子の中国関係やってる会社の先生が、お前だったんですけど、今、遺伝子パネル検査とか、アメリカにわざわざ出した高いお金、しかも、結構何ヶ月もかかって、わかるような、システムじゃないですか。それが今、結構日本でも安く、本当はできるんだけれど、なかなかその上の国とかと地方との折り合いがまだついてないんだけど、全然頑張って返していけないみたいな話を伺ったんですけど、他の会社とかについてもどうなのかちょっと、そういう遺伝子、最初にそういう遺伝子とかである程度この薬が効くっていうのが分かったら、効かずに長いこと苦しんでお金をかけて、そういう無駄な時間とかもかからないんじゃないかと思うんですけど、患者にとっても、国にとっても。なんかそういうこと、ちょっと素人考えで、よくわかんないですけど、その辺もしお聞かせいただいたら、と思ってお願いします。まず、脳腫瘍のウイルス治療のことです。これは東大医科研の東野先生という方がもうすごくエネルギーを持って取り組まれて、確かに効果を出してるんですけど、まあ、今のところまだちょっと、理論的にはもうそれがアメリカ男子に広がっていけそうなんですけど、まだこういう治療って夢物語のゴール以前に、本当に安全性とかですね、いろんなところできちんきちんと解決しなきゃいけない問題がたくさんありまして、脳腫瘍に関しては今も検討って言ったら非常に難しい治療なので、なかなか脳外科のちゃんとしたところじゃないとできないんですね。で、まだ今のところ残念ながら他のがんについてということについては、さっき山口が言ったような方向での話の方が進んでいて、まだウイルスを使ったところまではまだ行っていません。で、パネル検査につきましては、まあ、国の問題もあるんですが、それはじゃあ先生もちょっと。さっきのウイルス治療は、ウイルス、風邪にかかるとみんな治るじゃないですか。そうすると、ウイルス治療って、ウイルスに適切な遺伝子を乗せて投与するんですけど、乗せたウイルスを体が治しに行こうとしてる。
次っていうときに、用意できなかったりするんですけど、そこが、ビクターというウイルスの運ぶウイルス自体の力というか、それに対しての抵抗性ができちゃうところが、まず一つの問題なので、一部の腫瘍ではうまくいってるんですけど、全身治療に対しては継続ができないところが一つ難しい。で、研究でうまくいったということと、臨床でうまくいったという間に、普通5年とか10年って簡単にかかるんです。遠慮先生が PD-L1 見つけられてから20何年か30年かかっては研究が出てきてますので、まだ他の場合によっては研究できます。だから、遺伝子パネルにおきましては、今保険で一応一生に一回、標準治療がなくなった患者さんにおいて、保険で約60万円なんですけれど、それが自己負担3割負担でできますので、20万かからないぐらいにできるんですが、まだまだですね、その検査を受けたとしても、5%から8%ぐらいの人しか治験などのアクセスができないというところが問題になってて、ここはですね、今後の改善、今のパネル検査がベストなのかどうかっていうのを含めて検証がされているんです。だって今一応保険ではできごめんなさい、私の方からは。今のパネル検査に関してなんですけれども、今は治療の選択肢がおしまいの見えてきている方とか、初めから治療、希少がんとかで治療後が確立されてないっていう方に保険適用でやっているんですが、これは私は全国がん患者団体連合会の理事なので、そちらに関しては、初回治療から治療選択に生かせるような方向で、検討してほしいというような要望書は出しています。ただ、今現在、そのパネル検査を受けたからといって、治療に必ず治療や治験に結びつくっていうわけではなくて、だいたい10%ぐらいの方なんですよね。で、初回治療の前にそのパネル検査をすることが有効かどうかということも、そういう研究の中で行われていますから、有効であると分かれば、そして今、山口先生の方から生涯一度ということにお話がありましたが、これも本当に一度でいいのか、適切な治療に結びつけるためには、複数回受けることも必要なのではないかという検討してくださいという要望を出しています。ただ、一方でとても心配なのは、今民間でもっと安く全部調べられますよというようなことが、テレビのコマーシャルでもありますよね。で、あれに関しては、科学的根拠を持って認められたものではありません。ですから、藁をもすがる気持ちで、そういうものにすがってしまっても、そこからは治療には結びつきませんので、そのことは加えたいなと思いました。ご質問ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今、ウェビナーの方にですね、いくつかちょっと来ておりましたので、先にちょっとそちらの方一つ聞かせていただきたいと思います。慢性鼻炎を患っている時期にピロリ菌検査をして陰性でした。後に胃がんを発症しましたが、いや、体調の状況で本来陽性のものが陰性と結果が出ることはありますか？というご質問をいただいております。はい、ピロリ菌の検査を、何種類かって組み合わせて、それによって見逃し、本当に今そこにいる場合、それを見逃すことはあまりないんですが、さっきちょっとお話しましたように、その方、おいくつの方か分かりませんが、もう何十年も普通ピロリを飼ってきて、胃炎が進んで、でもピロリそのものが検出できなくなっちゃってる可能性があるんですね。ただし、もう萎縮は十分に進んでいて、いつでもがんになる。で、そういう方がピロリ菌は調べたけども、陰性だった。だけどもうがんの芽は十分にできやすくなっていて、胃がんができるということはあり得ることなんですね。十分にあり得ることだと思います。私たちがピロリ菌で一番検査で心配するのは、その除菌したのでうまくもういなくなった、だから胃がんが大丈夫だというふうに考えるのは本当に困るんです。それはもうそこが、そのために毎年やってた胃カメラももうやらなくて済んだなんていう人がいると、本当に見逃してしまうので、そこはぜひ一度ピロリをもう
持ってた人は、もうずっと検査を受けるんだというつもり。はい、ありがとうございます。ちょっとそれと関連近いご質問を求んでたので、ちょっと読み上げたいと思いますが、大変わかりやすいご意見ありがとうございました。ピロリ菌除菌後の胃がんリスクの高い20代、30代の若年層が、スキルズ胃がんを早期発見するために、例えばですけれども、病院選びであったり、胃カメラの頻度であったり、何かこう注意をして、なんか臨んだ方がいいということがあれば、教えていただけますと幸いです。20代ぐらいでピロリ菌の感染が見つかって除菌した人の場合は、胃がんになるリスクはゼロにはなりませんが、だいぶ下がることは下がります。ですが、検査はちゃんと受けていただくと。そして、スキルス胃がんは確かに心配しなきゃいけないがんなんですが、大体特徴としてですね、未分化型のと言われている、陰管細胞がんとか低分化腺がんといったものが、胃の上のこうもこもこしたひだの間にちょろっと最初にできてきたりするんですね。で、これはですね、十分な準備ができてない時に胃カメラをやって、まだ胃液やなんかこう中にたくさんこう残ってる段階でやって、ゲーゲーとなって苦しいために十分に胃の観察がこうできずに、特に大きな異常はありませんねと言って検査が終わってしまうと、その小さい癌を見逃す可能性があります。ですので、特に、スキルス胃がんというか、若い方で、胃がんを特に心配される理由のある方は、やっぱり、丁寧な時間をかけてちゃんと見てくれる検査がいいと思います。場合によっては、鎮静剤を使ってですね、ゆっくり時間をかけて十分に胃の隅々まで見てくれるような検査。鼻から入れるカメラって、楽なので受けやすいんですけれども、残念ながら本当に細かいところを見ようとすると、もうちょっと口から入れる大きいカメラの方がいいというのもありましてですね。大きな施設、あるいはその胃の検診を専門にやっているような施設に行かれるのがいいんじゃないかと。はい、ありがとうございます。ちょうど私もですね、16年前に発覚した時はですね、最初は胃の鈍痛がだいぶ半年ぐらいちょっと続いたんじゃなかったかなと思ってます。で、ある時ちょっとこう非常に寒気のするような、なんか汗をかいたの、本当に夏だったんですけど、記憶してまして、で、ちょっとこれはどうもおかしいなと思って、最初に病院に行った時に、じゃあ一度心配だったら胃カメラ乗ってみようか。で、24歳なので胃カメラが初めての体験だったので、ちょっとなかなかドキドキしたんですが、その際にですね、少し細胞を取ってもらって、6箇所取ったうちのこうたまたま2箇所からそのがん細胞が見つかったということがあったので、本当に運良かったなと思ってます。まさにその丁寧な検査であったりとかですね、そういったところから発覚していくんだけど、本当によく分かりやすい。今のお話はですね、もう日本でしかありえない出来事なんですね。つまり、20何歳の人が、特に胃とは関係なさそうなその体調の変化があったときに、普通胃カメラやりましょうって言わないですよ、その国では。まず胃がんっていうのはめったにないし、そもそも胃カメラにたどり着くまでもう長い行列がありますから、待ち期間がずっとあったりですね、よほどの症状がないとなかなか胃カメラにたどり着かない。ところが日本の場合は、最近よく眠れないんですというと、じゃあカメラやりましょうかみたいなクリニックがたくさんあってですね、過剰診断といえばそうかもしれないんですが、いい技術があって、それだけ簡単にカメラを受けられて、そしてそうやって偶然、20歳の胃がん、本当に少ないですけども、それが早い時期のものが見つかったと。これはやっぱり日本ならではだと思いますね。かといって20代の人がみんな体調が悪い人に皆さんにカメラを受けてくださいって言うと、これまたちょっとやりすぎです。そこまではこなせないかもしれないですが、そういう非常にいい例だと思いました。ありがとうございます。本当にそうですね。たまたまその先生がそういうこう感度の高かった先生ということもあったでしょうし、また私も本当にさっきの先生の資料を拝見しててですね、ピロリ菌もありましたし、そして、胃潰瘍もありましたし、で、そこに、スキルスが隠れていたということもあったので、まさにさっきの本当に私の症例、そのまま当てはまってるななんて思って聞いておりました。
そうですね。はい。じゃあ、こちらで、あと、会場からまた質問を受けたいなと思いますが、どなたか。感想でも何でも。はい、どうぞ。はい、本当に分かりやすいご説明ありがとうございました。私からはちょっと2つ、素人の話で、今、胃がんの検査といえば胃カメラが出ましたけれども、会社の健康診断はバリウムが基本でございまして、私はストーマなので、バリウムは避けて、自費で、胃カメラ、もちろん人生ありでやってもらってるんですけども、バリウムのその効用というところと、もう一つは、この先自分も進んできた中で治験ということがもし起こったときに、治験の費用のことが少し気になりました。治験には2つあることを理解したんですけども、新薬のものと今ある薬の組み合わせということを見るということを理解したんですけれども、費用のことももし分かれば少し教えていただきたいです。まず最初の検査のことですが、バリウム検査は、これは日本で、1950年代、60年代から始まった画期的な検査で、全く胃の検査を受けるチャンスのない人たちのところにも、トラックに検査台を積み込んでですね、日本中を回って検視をしてもらった。で、バリウムで、次々と胃がんを見つけていったわけですね。そしてその技術が広まって小さいがんまで見つかるようになったんですが、残念ながらそのどんなに上手にバリウム検査をしても胃の中で、どうしても見えにくい部分っていうのがあるんです。ここにやると映らないっていうようなところですね。で、ただまあ胃カメラを飲むっていうと怖がる方が多かったり痛かったり、まあ、いろんなことがあったので、まずは引っ掛けるのに近づきが安いということでまずやると。で、その中でちょっと怪しいところがあれば胃カメラに回すというようなことで、その最初の段階としてそれが入ってきたんですが、今、やっぱりそれでは見逃しも多い、カメラじゃないと見えないところがあるということで、最初から胃カメラでの検診というのを徐々に広がってきてまして、保険でも通るようになりましたので、今、自治体ではまだバリウムで始まるところも多いんですが、選べるところも今増えていると思います。東京都もいろんな区から皆さん、インビテーションが来たときに、この1年おきにどっちか選べますとかですね、どちらか選べるというときは、もうぜひカメラを選んでいただくのがいいと思います。そっちの方が確実です。で、次の試験で。さっきの治験が2つあるんじゃなくて、臨床試験というものの中で、まあ、公的研究費なんかで患者さんに残念ながらインセンティブはないんですけれど、まあ、そういう標準治療を作るための臨床試験に入っていただく場合と、これは通常の診療の中でやられるものですので、特に過剰の、試験に入るからお金が入るわけじゃないです。で、一方、治験と言われるものを基本的には製薬企業等がその薬の承認を目指すもので、その患者さんにとってはリスクが十二分にデータがないところで治療選択権を委ねてくれるということで、製薬企業がですね、検査代とか、それから薬剤代、まあ、場合によってはですね、1ラインあたり7000円の費用負担補助が求められています。そういうものの中でやられますので、試験に入ることによってどちらにとっても過剰な負担が出るわけではあります。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。こちらのオンラインの方でもですね、ちょっと治験に関してのご質問を飛んでました。治験に参加したいと思っても、どこをどう探したらよいのか、それが本当に胃がんに対して本当に正しい治験なのかの見定めが分かりません。そういった時はどうしたらよろしいでしょうか。いかがでしょうか。まず情報としてですね、確かに治験をどうすればいいのかという皆さん困った、その時に確かにきちんと情報が今まで調べる方法がなかったんですが、がん研究振興財団という大きな財団が中心になってですね、日本中の大きな施設で、どのがんのどういう状況のものに対して、どういう治験をやっているかというのを常に一覧表を作って、それがウェブでもアクセスできるようになりました。ですので、治験一覧というのは、ちょっとキーワードを忘れましたが、がん研究振興財団のページから入っていただくと分かります。そうすると、ご自分の今のどのがんのどのステージで、どこの病院に行けばどんな治験があるか、その情報に関しては今、かなりはっきり分かるようになったと思います。ただ、
その知見が自分に合うのかどうかということについては、やはり非常に知見に入るための難しい、いろんな難しいといいますか、条件があります。そこはちょっとお伝えします。治療として受けたいから入れる、患者さんの同意が必要なところと、それから選択基準というのがございまして、それはどうしても薬の有効性を評価して承認させるためなので、患者さんを切なかったところに絞り込むモデル化をやるんです。ですので、そこの規定に合致しない場合っていうのがどうしても出るので、やっぱり一度担当医と相談してもらうという形でワンステップ必要があります。それからもう一つはですね、我々知見を求めてこられても断らざるを得ない時っていうのは、知見って例えば今回のクローディンっていうのが承認される前は、クローディンという検査が一般に確立しない時は、海外のラボとかに出してちゃんと調べるんですね。その時に検査のやり取りの時間っていうのが少しかかります。で、その間に患者さんの状態が悪くなりそうだったら、速やかに標準治療で入った方が、絶対患者さんに利益をもたらせられるとか、それから今問題になっているのは、患者さんが長くいろんながんを克服されてきたときに、全治療でがん治療が入った患者さんって結構的確外になっちゃうんですね。そういった方が外されてしまうということはございますので、一回、そういう施設に行ってみて、相談してみるっていうのが、がん研究振興財団のホームページを見ていってくださいということでございました。ありがとうございます。と、それでは、じゃあ、手前の状態の方。続けていきましょうか。その次に。素晴らしい講演をありがとうございました。現在75歳の女性の家族のものなんですが、スキルス性がんのステージ 4B と言われて、今月から治療を開始しました。TS1 とキサリプラチンを、ね、治療していただいたんですが、先ほどお話であのプジーボを使うと、生存率も上がって、あと POL もすごく高い状態でいられると伺ったのですが、2回目以降にそれを使うことは可能なんでしょうか？うちで治療して、そうですね。ですね。まず何個かまず状況がありまして、一つは、免疫の次の問題点が、オプジーボががんをやっつけに行く薬じゃないんですね。その我々の体の免疫の細胞のシミを叩いてがんをやっつけに行く。ですので、患者さんにとって薬が多かったり、体調が悪かったりすると、実はあんまりその免疫の細胞が元気じゃないかも効かないという可能性がある。それから治療を急ぐ場合に、実はオプジーボを一時治療で使っていいっていうのは、HER2 の陰性の人なんですよ。で、その検査がまだ揃ってないけれど、急いで始めなきゃいけないときは、次の時に HER2 とオプジーボ、ハーセプチンとオプジーボの使い分けを見極めて、2サイクル目から乗せるために、最初にこの併用しないでやるってこともあるので、ちょっとそこは担当の先生に聞いてみてください。はい、ありがとうございます。じゃあ次、先ほど。私は2年前にですね、スキルスがんで、初めて3年だったんですね。で、それで病院に行って、治験を進められててですね、ちょうどその頃、マンハッタン、アストラゼネカの、たまたま、もうされて、スキルスだったら、とにかく新しいことをした方がいいかなと思って、それで承諾して、切ってもらったんですね。で、それは最初に、抗がん剤をして、それから小さくして、手術をして、また抗がん剤するっていう。まず、あの時はですね、最初の抗がん剤って、すごく楽に感じたんですね。抗がん剤ってこんなもんなのかなと思うくらい楽に終わって、その後手術してからの抗がん剤がすごい体力がなくなったかどうかできつかったのかどうかわかんないんですけども、で、それ
治験っていうのが今もう少しで最終局面になってるような時々チェックしてるんですけれども、あればどうなりそうなんでしょうか。まずですね、手術前に抗がん剤をやるということについてお話ししますと、これはいい点、悪い点がありまして、いい点はですね、お元気なんですね、皆さん、まだ手術、胃を切るとやっぱりものすごく体力落ちます、体重が落ちます。そこに強い抗がん剤だと、どうしてもしっかり抗がん剤使い切れない場合があります。で、手術前のお元気な時に、ガツンと抗がん剤を使って、そしてがんが小さくなれば、ならないにしてもがんを弱めておいてから手術をする方がいいんじゃないかという考え方ですね。で、その場合、その手術の後にさらに追加するかどうかは、いろんな考え方があるんですが、この手術前に抗がん剤やりましょうというのが一つ。もう一つ、でも日本ではまだまず手術をしましょう。それでその後抗がん剤やりましょうとなっています。で、これはどうしてかというと、手術をしてから十分にその取ったものを調べてですね、そうするとどこまで広がっていたか、どの程度かっていうのが分かるので、それに合わせて薬を選んだりこうできるわけですね。で、これは進んだがんだ、それ抗がん剤だといって、非常に強い抗がん剤を受けていただくと、もしかすると切ってみたらそんなに進んでなくて、抗がん剤なくてもよかったんじゃないかなんていう人が、みんな最初に強い抗がん剤を受ける、それが副作用が非常に強く出たりすることがあるということもあって、本当に先にやるのがいいのか、後がいいのかっていうことが世界中で議論になっていて、ただ日本はまだ早期のがんが、で、たとえ進行してたとしても、まだ比較的早い時期の人が多いので、まず手術をしましょう。そして、がんの状態をきちんと見極めてから、それに合わせて抗がん剤というのが今のところ、まだ日本はスタンダードなんですが、欧米はもうとにかく最初からとっても進行したがんが多いので、もうどうせ抗がん剤なんだから、最初に使えるだけ使ってしまえということで、やると。そして、良さそうだったら手術に行くみたいな、特に欧米と日本で今、そこの最初のアプローチが大きく分かれてしまって。で、日本でも、でもやっぱり最初に抗がん剤をやった方がいい人たちもいるはずだということで、今臨床試験をやってて、今その一つに入っていただいたと思うんですね。で、最初に、強い抗がん剤、特に新しい薬、治験の場合なんかは、次々それは今やってまして、いい結果が出ているのもあれば、残念ながら前にやったけども、あんまり普通に後ろでやるのと変わりなかったねというようなものも結果が出ています。で、おっしゃったのは非常に大事なことは、手術前は楽なんだけど手術後はきつい、これは本当そうなんですね。ですので、やっぱりそこはこの人にとってどっちがいいんだろうということを見極めながらということで、まだガイドラインではまず手術ですねというところを進めてるんですが、今日本人の中等度に進んだ人に対して、最初にやるのがいいのか、後でやるのがいいのかというのを臨床試験を狙っています。で、その結果はまだちょっと出るまで時間がかかるんですが、一斉にどっちかになるというよりも、細かく分かれながらいい方法を選んでいくというふうになると思います。もう一つなんですけども、今、約2年経ってるんですけども、やはりいつも再発のことを考えてるんですよね。で、やっぱり再発になると、抗がん剤必要になりますよね。そのために、やはり、普段体力作りを、抗がん剤になったとしても大丈夫なように、体力作りは配慮しておくべきなのかどうかっていうこと。もう全くおっしゃる通りです。体力作りって言ってもですね、無理に筋トレをむしろしてやる必要はないんですが、きちんと栄養をとって、体がものすごく疲れたりすることはないようにということですね。栄養状態が一番大事です。で、というのはやっぱり、毎日再発となった時でも、もうどのくらい耐えられるかっていうところで、やっぱり栄養状態がものすごく効いてくるんですね。で、急にその時に良くしようとしてもなかなかいきません。ですから、胃を切った、胃は全摘でしたか？全摘ですね。そうすると、やっぱり食べ方ですとか、栄養の取り方はとても重要なので、これは再発とは関係ない。で、ぜひ、そういう治験に入られたような病院って、大抵ちゃんと栄養士さんがいたりすると思いますので、胃を切った後の食事の取り方とかですね、そういうことを細かく聞かれて、いろいろとぐっすり休んで、いい栄養をとってっていうことを気をつけた方がいいと思います。ありがとうございます。
お時間ももうそろそろなんですが、ちょっと今のお話もそうなんですけど、私もその一度目の手術をした時はですね、半分の胃の切除でありました。で、半年後の再検査の際に、形としては再発という形で、診断をされまして、全ての胃を取ったということになりました。で、まさに本当に先生おっしゃった通りですね、体力が非常に重要であるということを、この時私も言われたのでよく覚えてます。で、冒頭申し上げたように、90キロあった体重が45キロになったのは2度目の手術の後でした。1度目の後ですね、できるだけ、何でも食べるようにしてくださいって言われたんですね、栄養指導でも。で、苦手なものであったりとか、辛い、食べて、取り入れて辛いものとかもやっぱあったので、そこは本当に相性だったり、なのかなというふうに思ってましたが、やっぱ体力落ちてはですね、手術もできないということ。そのあたりは私も非常に外科の先生に言われたのを覚えてました。ぜひご健康にもお過ごしいただければなというふうに思っています。はい。すみません、ちょっとだけ伸びちゃう。すみません、ちょっとだけ伸びちゃうんですけど、あと2つ、オンラインから来ている質問が、ちょっとこれ大事だなって思うことがあるので、この2つ取り上げさせてください。いいですか。お渡しします。はい。上からですね。はい。はい、それでは1つ目の質問です。2023年5月に胃がんの手術で胃の3分の2を取りました。その後抗がん剤半年を経て1年半検診で残胃に再発しました。今現在、これ SOX 療法との無事防の抗がん剤をしております。経過が良ければ残った胃を切除したいと思うのですが、また再発が怖いのです。残胃がんの方は皆さんどうなさるのですかね。残した方が良いのか今悩んでおります。抗がん剤はかなり効いてます。その情報だけでこっちがいいってなかなか言うのは難しいんですが、一つ言えることはですね、3分の2取った時に残った胃に、新しくできた、その場合2つ可能性があって、1つはもともともう1つ別のがんがそこにあったのが、育ってきて見えるようになったというのもあります。もう1つは最初に切ったがんが思わず胃の中を張っていて、要するに取り残したかもしれないですね。それは結果として、そうなった場合は残ったがんはもう最初のと同じようにある程度進んだがんです。で、それが1年半経って出てきたとなるとかなり進んでいる可能性があります。で、周りに散らばっている可能性もあります。最初に見つからなかった小さいがんが1年半経って、1年半経って大きくなってきたんだとすると、まだ手術に行けます。ですから、残胃に、残った胃にできたがんを手術に行くというのは普通にやることなんですが、再発だとすると、周りに、既に散らばっている可能性を考えると難しいことがあります。で、ちょっとそこの見極めは今のお話だけからではちょっと分かりません。で、言えることは、SOX というのは TS1 とオキサリプラチンですが、SOX プラスオプジーボを今受けられていて、これは標準治療です。で、その治療がある程度効いているとしたら、その周りへの散らばり方によってタイミングを見て手術を考えることもあります。ただ、手術は必ず取り切れるものじゃなければいけません。中途半端な手術はもうこれ以上すべきではない。で、そこはよく調べてからということだと思います。私たちのところももう再発したあるいは最初から取り切れなかったという胃がんに対して山口先生のところで、化学療法をやってもらって、でよく効いてきたと。でも終わっちゃってすぐ手術に行くんじゃなくて、やっぱりそれが本当に効いてるかどうかをしっかり見極めてから、ある時期を置いてキャンサーボードというところで外科内科みんなで集まるところで議論して、データを出し合って、それから手術しましょう、どうしましょうというのを決めます。ですから、そういう意味で、ちょっと今の情報からだけでは分かりませんが、十分検査してからということになっています。はい、ありがとうございます。もう一つちょっと質問来ております。36歳女性ですということです。スキルス胃がんで腹膜播種の状態から、抗がん剤治療で約1年半生活できています。胃の全摘手術を受けてみようかという状態になるには何か目安になる指標はありますか？担当医に意向を伝えてできる状態か確認するしかありませんかというご質問なんですが、いかがでしょう。
駒込に散らばってた場合に、手術に行ける可能性ないしは、手術がメリットがある可能性って極めて少ないんですよ。ですので、基本は抗がん剤の原則になります。で、ただ、例えば我々ですと、他の臓器に飛んでないんですけど、鼓膜だけに散らばってた場合は、CT ではわからないので、心鎖腹腔鏡といって、先ほど腹腔手術のカメラのところだけ入れて、鼓膜に散らばってたのが本当に消えてんじゃないかっていうのを確認した上で手術することができます。ただ、全ての鼓膜播種の患者さんの手術に行けるわけではないので、これもですね、今の情報だけだと、少し適切な場所できるではないです。付け加えますと、腹膜播種ってやっぱり程度が全然もういろいろでして、本当にひどい場合はもう正常な腹膜がどこにも残ってないじゃないかというぐらい、お腹の中の腸やお腹の壁の内側が全部真っ白がんで染まるぐらいの場合もありますし、あるいはぽつりぽつりと米粒みたいなものが見える場合もあれば、もっと極端なことを言うと、全然塊としては見えないんですが、表面は生食塩水で洗って水をすくうと、がん細胞が浮いているのが見える。細胞診がプラスというようなことですね。で、そこってもうやっぱり検査では CT ではわからないので、今、スキルス胃がんの方は、がん研では必ず最初にまず審査腹腔鏡というので、腹膜転移のありなしだけを見るための手術をします。で、その具合によって、そこからこれはもうずっと抗がん剤ですねとか、あるいはまず抗がん剤を何コースかやってから手術に行きましょうねとか、そういうことを決めるんですね。で、これまでにそういう腹膜の洗浄細胞診というのがプラスだった場合に、抗がん剤をやると約半数の人でもう一回細胞診やってみるとマイナスになっているんですね。結構よく効くんです。で、その段階で手術に行くと、もう全部取り切れて、そのまま再発しないで済んでいるという人がある程度いるということが分かっています。だからやる価値はあるんですが、逆にスキルス胃がんの場合、多くは胃を全摘しないといけなくなりますので、それまで続けられていた抗がん剤が全摘することによって、もう体力も落として急に何もできなくなって、一挙に悪くなる可能性もあるんですね。ですから、そこで、せっかく薬が効いているときに、手術に行くかどうかっていうのはものすごく大きな判断で、ある種の賭けになりますし、そこは薬の効き具合とかいろんなこととの相談の上で難しい判断だと思います。教科書的な答えはないですが。はい、ありがとうございます。ちょっといろいろとまだ聞きたいこと本当はあるんですが、少しお時間が迫ってまいりましたので、締めていきたいなというふうに思います。先生方からですね、お一言ずつ今日のご感想であったり、何か若干あればお聞きしていきたいなと思います。まずはじめに佐野先生からお願いします。今日ちょっと時間オーバーしてしまってしまったんですが、本当はあれの3倍ぐらい欲しいぐらい、お話をして皆さんに分かっていただこうとすると、今日たくさん自分で持っているいろんな素材とかわーっと濃縮して、この中でお話したんですけど、やっぱり自分自身が勉強してきてもですね、何回聞いても分かんない、何回読んでもまた忘れるっていうところがあるぐらいなので、今日皆さん分かっこれはよく分かったと思っていただけたとしても、多分次はまた忘れてると思うんですね。ですから、繰り返しこういうことっていろんなところでぜひ見聞きしていただきたいし、今日のアーカイブというか、ここで繰り返して聞いていただけるんだったら、私はそれでもいいと思うんですけど、で、ぜひいろんな質問をしていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご質問ください。山口先生、お願いします。詳しい説明をいただきましたってコメントいただくと、結構自分のいつも見てる患者さんに心苦しいなと思って、やっぱり40人ぐらいの患者さんを見るために、1人当たりかけれる時間ってどうしても制限されるはず40人も見てる。30、多い時で40ぐらいの人。で、その時に、埼玉の時60万人来てました。医者が少ない中で、やっぱり1人の患者さんに割いてあげてっていう時間がどうしても少ない時に、やっぱり自分の病気を理解するために、こういう NPO、ちゃんとした NPO がやってる
セミナーなんかをですね、補助的な説明として使っていただければなと思います。また、セカンドオピニオンの時も、こんなにゆっくり時間取ってくれたのは、前の先生がやってくれなかったけど、多分自分が見てる感じですね、そういう時間取ってくれてないんだろうなと思いながら診療といらっしゃるので、ぜひですね、こういうものを使って皆さんの病気の知識を上げていただいて、より良い診療を選んでいただければと本日ありがとうございます。お二人にはですね、一人も忙しい時間のない中、こういう講演いただきまして、本当に改めて感謝申し上げます。では最後にですね、希望の会と驚きより一言申し上げていただきます。皆様どうもありがとうございました。今日は先生方のオンラインで100名に及ぶ方が見てらっしゃいました。このオンラインがすごく普及してから慣れちゃったっていうのもあれなんですけど、100人参加するってなかなかないんですよね。そしてこのように会場から皆さんも質問してくださったっていうのは、これは私が感じたことですけど、やはり先生方お時間足りなかったとは思うんですが、その中ですごく分かりやすくて丁寧に説明してくださったことが皆さんに通じてるんですよね。で、心が動くってこういうことだと思うんです。で、先ほど来やはり一般論で言うときに難しいってことがありますよね。で、それぞれのやはり年代とか生活とか背景によってその人の最適っていうのは違うんですよね。で、その時に何が大事かっていうと対話なんです。で、今日ここで佐野先生、山口先生と対話すること、皆さんとてもやりやすかったと思うんです。だけど、ご自分の主治医と話すときに、うんってなっちゃうかもしれませんけど、このようなセミナーや先生方のお話を持って、こういうお話をセミナーで聞いたんですけどっていうことが、対話のきっかけになってくれるといいなって思ってます。そのためにも、これからもこのようなセミナーを続けていきたいと思いますので、ぜひ皆さんも一緒に作り上げてください。どうもありがとうございました。以上で、あなたにとって快適な治療につながるためにということで、セミナーの方を終了させていただきたいと思います。本日まずご参加いただきました皆様、そして、お二人の先生には大変感謝申し上げます。都内医師会でございましたが、本当にありがとうございました。はい。